おっといけない、こんな時間、格屋根向かいます。はい、格屋根来ましたね。こちらタンクの中、おお、お湯になってますね。これはいい、暖かいですね。はい、ってことで核通力液を入れてですね、株元換水 1,2,3,4,5,6,7 でやっていきたいと思います。はい、いつもの活力液をまあ約500倍ですね、1リッターずつ入れました。懸垂だけ2リッターですので250倍ですね。油がもうないですね。なんだろう、熱消毒の時に蒸発しちゃったんかな。同粉電源スタ、まず古い液剤を捨てます。出ません。おっと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 、これはひどい、完全にいっちゃってますね。どうしよう、これもうこれ金具つけ直すしかないですよね、これぶった切って。あららららら。はい、ということでここに今ついているこれですね、これ絡まないようにあのホースが作ってもらったんですけど、これをちょっと先ほどのところにつけてみます。はい、無事に装着完了ですね。こっちはどうしようかな、新しいの買うか、これをここ直してもらうか。新しいの買った方がいいかもしれないですね、こんなところ破裂するんだと寿命かもしれないです。それでは気を取り直して同粉電源オン。はい、古い液剤捨て中ですね。はい、古い液剤捨て終えましたんで、はい、こんな感じですね。たっぷり出ますんで、はい、株元換水ですね。はい、持ち手を変えました。こうしたら出なくなりましたね。やった、これシンシンで買った高いやつですね。はい、早速やっていきたいと思います。こっちゃこちゃだなこの辺。まあいいや、初回ですんで7秒ですね。 1,2,3,4,5,6,7 ですね。 1,2,3,5,6,7 1。こちらはリスペクトと GT2 ですね。これ今日ですね、今4時ぐらいには晴れてる予報が、まあ曇ってますけど、明日もなんか2時ぐらいまでほら晴れる予報ですね。ちょっと変わりましたね、朝とは。朝は9時ぐらいからもう曇るになったんですけど、若干長く、どうしようかな。そして気になったのが24日火曜日あたりからまた最高気温が25度とかになるんですね。これ本当かな。はい、しばらく寒いので結構油燃えますんで、これサイドに粘着板つけましたけど、これ一回剥がしてですね、この被覆ですね、1枚丸めてあるやつ、それを全部下ろしていきたいと思います。こちらはもったいないですが、被覆にくっつくとあれですね、立ちが悪いので外してあっち側に。はい、とりあえず下の方のまあ丁寧にやるのは後からやるとして、とりあえず全部下ろしましたんで、あとはカーテンを、そうだな、8時ぐらいから全部閉めて、自動で明日朝の8時ぐらいかに開くように。はい、こちらが時計になってますので、これは時間はまず合わせます。はい、自動にしましたんで、カーテンが今開いてますね。はい、どんどん開いてってます。それでですね、一応8時から朝の8時まで閉じるっていう命令を出してます。はいで、まあ私格屋根、あ、丸屋で収穫終わったらこっち来て、明日晴れそうなんでちょっとカーテン閉めてやって遮光するみたいな形でやりたいと思います。丸屋根向かいます。丸屋根ですね。そうやってまいりましょう。おそらくこことここの瞳ちゃんの本場取りが
終わってませんのでありますね。はい、巻き木になってますんで、これを、はい、一枚一枚切り落として、はい、行きたいと思います。はい、レッツゴー。カーテンここ遮光しっぱなしですけど、明日が晴れるらしいので、このまま、はい、の状態にしたいですね。ドロロロロピシニゴです。本日は誠にお疲れ様でした。まだ4時40分ぐらいなんですけど、もう間もなく暗くなりますんで、一旦閉めさせていただきます。今日は葉書きをやったらですね、あとは丸屋根もサイドに被覆が1枚もう1枚ありますんで、それを下ろして撤収したいと思います。はい、最初はピヨピヨじゃんけんパー。じゃ、また。まだここ痛いですね。なんか若干腫れてる気がするんですよね。そのうち足さないとダメですね。これもうないですね。500リッターないですね。そうだ、天井あんだけ開けちゃったんで閉めないとダメですね。一回カーテンを閉じます。怖いな。はい、カーテン閉じるで開けます。一番心配なところですね。あ、怖い怖い。この回ってるフレームが歪まなければ OK なんです。はい、歪まなければ。無事に開くことができましたんで、これ転送をかなり締め込んできます。とりあえずフィニッシュですね。だいたい取りました。はい、あとは地下アカネスナ1号、それからアドミナルも適用しないといけないですね。はい、そしてこれからとりあえずこれこういうやつありますかね。ここに引っ掛けてあるだけなんですけど、はい、これですね。ここからが下がってたんですけど、上げたんですけど、これをまたここにこの針金の上に乗せて、はい、これを落としていきます。はい、うまく落ちるかな。はい、落ちてきましたね。はい、そうすればだいぶ違うと思うんですよね。時刻は6時15分ですね。はい、一層内側に下ろせましたね。ちょっとですね、こっち側はいいんですけど、暖房着側が結構ボロボロだったんで、ちょっとあっちはもう一枚なんか被せないとダメかもしれないですね。あ、これはここでパッカーで止めて下にダラーンと垂らしてるだけですね。この傾斜に沿って。なるほど、じゃあこの長さを幅だけ測っていけばいいのか。ほら、この辺ビリビリなんですよ。暖房着側直感は入ってるんで、なるほど、この上から被せちゃえばいいかな。ほら、ここもビリビリ。はい、これは近々やらないとダメですね。どんどん燃えちゃいますね。ピューちゃん、本日はお疲れ様でした。このヘッドライトちょっと電池切れちゃってさ、ピューさんお疲れさんでしたね。もうダメだね、これ電池変えないと。ほら、ピューメス、こっちはピューメス、ピューメス美味しいよ。むしゃむしゃむしゃ、うーん美味しい。うん、スイーツみたいだよ、ピューさん。おーい、おーい、おーい、ピューさん、どこ行ってるの、どこ行っちゃってるの、こっちよ。ピューさん食べるのこれよ。何やってんの、そこでガシャガシャやってるのピューさん、こちらです。今日は疲れちゃったんですよ。だから明日も疲れちゃうんですよね。うん、今日の疲れを明日に持ち越す年だな。おーい、ピューさん、おーい、ダメだこりゃ。はい、ピューさんですよ。ほら、ピューさんですよ。何ですの、ピューさんですよ。じゃ、または。あっちゃ。